じゃーん、カネさんです。はーい。元気？あ、今日お休み。バルの仕事をします。会社の仕事をします。見て、パターンが違うんよ、これ。ほら。スノーマンに手をつけてみました。かわいいでしょ？で、ほら、ほうき持ってるでしょ？ほうきの色もね、あとこれ、シャルトリューズ。新色です、コアラテックスの。これを作ってみたいと思うんですけども、ちょっと分けます、2回に。で、どうやってやるかっていうと、まずほうきだけ作ります。スモールブルーム。スモールブルームを作ってみたいと思います。はい。まずこの色からいってみたいと思うんですけど、ちょっとね、思考を変えてね、This color is orange。だから、オレンジじゃなくて、ちょっとピーチでやってみたいんで、ピーチでもやってみますね。本当はオレンジの鼻と被るから、やってみましょう。とても簡単です。If you don't have 160, so you can make a small bloom by 260. もちろん260でも作ることできるけどね。いくよ。長さは自由なんで、まずはこれアクアマリン。アクアマリンを使います。ジェマールズアクアマリン。カットします。これ長いから先を使いたいので、このポンプおかしいね。なんかおかしいな、このポンプ。まあ、このポンプの動画も作る予定にしています。長いよね、結構ね。はい、いきます。3つピンチツイスト作る。やり方は自由でいいからね。見ればいいから。で、1、2、2。今、ピンチツイストを作っています。作り方、初めて見る方は、初心者リストの、再生リストの、ピンチツイストっていうところ見てくださいね。はい、いきます。音がね。3つピンチツイストを作りました。このぐらいの長さにしました。はい。これ、スノーマン持てるようにしたんよ。考えたんよ、昨日。やっぱり下が丸いと大変だから、アップルツイストは。だから、これまた次の動画で紹介しますね。はい。ちょっと、月が悪いね。いきます。次は、ほうきのところですね。これね、作り方がね、ちょっとコツがあって、おかしいな、このポンプ。引いた時に空気入ってない。ちょっとこれも事情があって、いろいろ。なんか、まあ、やりましょう、今度。作り始める。スタートポイント is here。ここよ。この真ん中から作る気やね。この大きさでしょ。まあ大体まあ10センチぐらいかな。折り返す。一緒に持つ。一緒に回す。中に一回、首のとこ入れます。で、次にこっちに行く。上に上がって。まあ長さは適当でいいけやね。これ一回ね、この間に出してくるのを、それはね、こうやってくるーんと回して、これ、今押し込むよりでしょ？こうやって、で、もう一回回して、折ります。だから4つの塊を作るんですよ。で、この時にこう決めてあげた状態で、この首をまた。で、この首はもう短いのが難しかったら、長くわざと最初から取っとってもいいよね。で、4つの塊ができました。で、次、短いところがあるでしょ、ここ。かわいいよね。ちょっとちびっちゃいのにしようかな。1、はい。止まったね。2、3、3つ目、中にグインと入れる。まあ、ほんと、グインと入れるの難しかったら、こう、降りて終わってもいいの？入れる。一応こうむきっとして入れる。で、降りる。もう一回降りて、はい、一緒に回します。引っ張ってます。引っ張って回すと掴んでしょ。このまましたグリーンなので摩擦が増えるから割れる危険があるので、初心者の方は気をつけましょう。軽く引っ張っても割れません、そう簡単には。これでもう空気抜いて、こういうのも取っとくよ、僕は。はい、さて、一回ね、僕は結びます。結んで、今ここにあるでしょ？これをね、上に持ってくるの。真ん中の方に、こう、ビッと押し込むと、中に入ってくれるので、見えなくなるでしょ？これ。ね。で、これを使うの。これを。でも、センターがちょっとずれとるから、
こういう時はもう一回中に通して、中に通して戻してくるといい、いいと思います。まあマシ変わらんけどね。はい、これをこれに引っ張ってギュンって引っ張る、ギュンって引っ張るこう戻ってもいいよ、上に、これ上に戻ってもいいよ、戻ってぐるぎーっと。はい、これにあの何色、これあのさっき、そうそうそう、これはオレンジですよ。 This color is orange but today I use peach Gemar 160. ちょ、ピーチでやってみたいっけ。ピーチでやってみるね。で膨らませていこうか。ちょっとピーチはね、オレンジが柔らかいみたいな、サンゴみたいな色なんですよ、コーラル。でこれをまず2個ピンチツイストを作って、ワンピンチツイスト、手で持ちながら引っ張って、この結び目をできるだけここに近づける、近づけた方が綺麗になります。ツー、お、6分になった。でちょっと空気抜いて、わざと空気抜くように僕柔らかくして、これを巻きつけていきます。空気抜きながら細い方がいいかなと思って。でまあ結局2個作るんよね、ピンチをね。はい、抜いて、これ便利いいけね、僕の店で売ってますので、よかったら買ってね。はい、よいしょ。これはまあいらんやつはカットして、これでほうきが出来上がりました。まあこれを横のピンチツイストはね、縦にしてもいいし横にしてもいいと思います。かわいいね。あ、いいじゃん、ピーチも。ちょっとアメリカのほうきみたい、かわいくない？なんかこのアメリカ大好きなんよね。アメリカはね、認めてくれた国だから。初めてアメリカ行った世界大会ね、1999年のアイバックインターナショナルバレエアーティストコンベンションっていうのがシカゴであって、初めて行って賞もらって泣いたなぁ、嬉しくてほら、え、じゃあちょっとね、これはこれでまあいいとして、スノーマン後で作るんですけども、ちょっと速攻で色違いを作ってみたいと思います。色違いはね、ちょっと普通のスピードで作るね。ちょっとちっちゃめにするね。色を変えます。だから自分の好きな色でいいんだよ、バルーンはね、何でもありだからね。バルーンってなんか面白いと思うのは、やっぱりそのあるものを忠実に作るのも大事なんだけど、バルーンって色変えれるでしょう。そしたらまた新しいものができるよね。その例えば鳥だったりするんだけど、面白い。だからそういった部分でのバルーンの、あ、面白さって、あ、しぼんだ。もう一個ピンチツイスト作ります。あら、これなんか変だな。まあいいや、なんかこうやって作っとって途中でしぼんできたらしぼむ可能性があります。だから上げるときにはちょっと気をつけましょう。ペイルブルー、ライトブルーを使って、これ黄色を使います。黄色とライトブルーは合うよね。でさっきと同じようなことをします。ちょっとちっちゃめに1、2、ちょっと通常スピードを作るね。3、これ横着するときはもうこすんよね、僕通さずにこして、で降りる、降りて下の1、2、話す音がうるさいわ。3、3でもう一回追いこすね。3、4、あ、ちょうどだね。いいじゃん。ちょうど時期、ここで回して、おりゃ、おっかも。で、カットします。さっきと同じです。色を変えてるだけ。で、これをここにくっつける。この色もね、いいよね。時期、うちのね、お嫁さんが、ちょっと感性が豊かで、篠山千真子さんっていう名前で YouTube もやってるんで、よかったら見てね。もともとね、イラストレーターだったんですよ。花屋さんでフローリストでもあり、イラストレーターでもあり、絵も描いてて、いろいろあって、で、今始めちゃったんですけど、
僕はすごい素晴らしいいい感性を持ってると思うんだよね。これつながってるの、こういう不良なやつを使ってもいいです。最後ね、あ、なんか中途半端やな。あ、片手で結ぶ方法もあるから、よかったら初めて見た人は見てください。片手結びです。片手結びがめちゃくちゃ楽です。バルにある上でおすすめです。指の玉結びができる方はできると思います。2つピンチを作る、ここに巻きつける、空気を抜きながら、あ、もう空気抜けないね。これで決めて一緒に回して、それでカットして終わります。うわ、結構タイトになりましたね。ちょっとこれはどうかな。はい、これとこれを結びます。指先のトレーニングになる気がいいよね。あるんでね、やっぱ落としてないといいと思うんだけどな。ちょっとあれね、センターがずれるとな斜めになるね斜めになりますね。ちょっとセンターがずれると、まあよしとしよう。はい、できました。かわいいでしょ、ほうきです。これはこれでありだと思うので、今日はスモールブルームを作ってみました。次の動画でスノーマン、手がついたスノーマンを作ってみたいと思います。新しい新色のシャルトリューズも使いたいと思います。それではまた会いましょう。 Please subscribe、 登録よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあね、 See you again、 バイバイ。